日本埼玉県朝霞市下内牧下内牧は、埼玉県朝霞市の大技、急に伊座郡下内牧村。郵便番号は351-0002。朝霞市の東南部に位置し、北部を上内牧、荒川をまたいだ東部を、戸田市重世、内国、美女に、東南部は、和光市にいくら、新加岸側をまたいだ南部を、大、根木市西部を田島と接している。 地区の西辺及び南辺は新河岸側の流路変更の影響もあり工作しているだけでなく、田島、根岸、大、新井倉とともに飛び地群を形成している。また、新河市川の対岸、大とは内間木橋で接続していたが、2020年7月1日に廃止となった。朝霞水門の一部もまた大の飛び地になっている。西南部には、 約20ヘクタールの浅香調節地が存在する。新加賀川をまたいだ和光市にいくら六丁目とは人道橋で結ばれているが、この人道橋はジャパンエナジー、浅香輸送所の石油パイプライン上に設置されたメンテナンス用設備であり、関係者以外が渡ることはできない。地内は低質な中石低地である。かつては短冊状の水田地帯だったが、 1970年代以降は工業用地及び畑作用地が増えている。正規東急工業朝霞合材工場のほか、工場や残土器は中間処分場、最終処分場が散見される。また荒川沿いの河川地域は朝霞パブリックゴルフ場のコース南半分になっている。地内を南北に市道が貫いている。最寄り駅は東部東上線朝霞台駅になるが、 約2キロメートル離れている。また、朝霞市内循環バス、根岸大線が通っており、これを利用して、朝霞台駅に到達できる。市内には、下内間木下内間木への木戸の2つのバス停留所が設置されている。1591年5月17日、前年の小田原上落城を受けて、徳川家康から加藤玄四郎正勝が、内巻のタイルマ軍、 池辺村、大仙波村合わせて300国の土地を賜ったとされている。元来水害の多いところだったが、1629年に旧入間川が荒川の本流になって後、水害の上習区域となった。たびたび水害に見舞われるため農民は土地の高いところに畑を作り、他はもっぱら山材屋をはじめとする原野での採集を産業としていた。三方を川に阻まれ、 さらに原野の隔てがあったため近隣の村との交わりも、疎く、貧しく質素な暮らしぶりだった。外来者がほとんどなゆえに貧しい村だったために、家々は戸を閉ざすことがなかったと言われる。また、家一軒ごとに船を備え洪水の際には大地に逃げるようにしていたと言われる。江戸時代に入ってごご領所となり、さらに後と火星期には、大館、川崎平門の支配となっている。 江戸期にはすでに荒川の対岸とは地蔵菓子の私が存在し、航路が開かれていた。商法国絵図に掲載されている、羽、倉渡る35件とはこの地蔵菓子の私の救命と見られている。この時代の商名として西口、三在、渦淵、重瀬がある。武蔵田園母及び元禄号町において村高17国と記録されている。 1627年に江川太郎在門による検知を受けている。新編武蔵風土気候では焼かず70件。明治時代に入って下内牧村は1872年の大工小区制では第二大工第六小区、翌1873年の熊谷県設置以降は南第二大工第六小区に配置された。 1876年の人口は335人。1878年の軍区町村編成法において、大区小区制は廃止されたが、1884年の連合湖調整の実施により、下内牧村は浜崎村、宮戸村、田島村、上内牧村、大村、岡村、根岸村と連合して浜崎村連合湖町役場を置いた。 1889年4月1日の町村政志向の際、下内牧村は上内牧村、浜崎村、宮戸村、田島村と合併し、新座軍内関木村となり、下内牧は内牧村の大技となった。翌1890年の第1回帝国議会において軍文号に関する法案が提出され、これを受けて埼玉県知事、 小松原栄太郎が内務省に対し、新座軍を北足立軍に統合することは全く問題ないと、上進したことが発端となり、内巻村を含む二丁七か村から北足立軍への統合を撤回するとともに、東京府北都島軍への統合を求める、西岸運動が起きた。しかし、1896年3月29日には、呉京村及び新倉村の一部を除いて、 北足立軍への統合が行われ、下内巻は北足立軍内館、木村の大技となった。1910年8月11日の荒川大洪水では、家々は、軒先まで水に浸かり、人畜、家屋、田畑に、甚大な損害を受けた。これを受けて荒川は大規模な改修工事を行い、流路の変更が行われた。その結果、1923年工事は完成したが、 尾瀬地区は荒川の東側に分断され、小学校に通う児童が、風雨のため都線の出ない日は、秋ヶ瀬橋,橋を経由しなければならないなど不便が多かった。1944年2月11日の戦時町村合併促進法により、内巻村は、季町、入間群集岡村、水谷村と合併し、四季の町となった際、尾瀬地区は北足立郡三笹村に編入された。 おも地区を除いた部分は四季の超大技下内巻となった。この戦時合併は1948年4月1日に解体され、元の内間木村毛内巻に戻った。1954年にはおも地区の全34個及び戦場生活3個の移住が完了し、おも地区は無人となった。1955年4月1日、内巻村は、 朝霞町と合併し、北足立郡朝霞町大技下内紛となった。1967年3月15日には、市政施行により、朝霞市大技下内紛となった。1983年8月1日には一部が、田島1.2丁目に吸収された。1996年には、朝霞水門が完成。2006年には、朝霞調節地が完成し運用開始され、 水害の危険性を抑えている。内巻の名は、江戸名所税によれば、武蔵五僕の一つ建野の一部を占めることから内巻の、天下で、河川以内の巻のを示す説のほか、特定の一族内部の巻とする説もある。頭につけられた、下は、上内巻に比べて、河川の下流にあることを示す。二千十七年十月一日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。